こんばんは、楽する暮らしです。大掃除の準備を始めました。掃除に役立つ購入品などを紹介します。大掃除の準備を始めました。まだ一度も掃除したことのない場所も結構あり、こびりつき汚れが多いです。そんな溜め込んだ汚れを落とすため、100円ショップでいろいろと購入しました。しかし、なんとなく使えそうと思って買ったので、実際はあまり効果のなかったものもありました。実際に掃除する様子と合わせて購入したアイテムの使い勝手などを紹介します。この後の映像には汚い汚れが含まれます。ご注意の上ご覧ください。大掃除1、浴槽のエプロン。風呂のエプロンはサボりがちな場所です。先日エプロンを泡ハイターで掃除したのですが、汚れがこびりつきすぎていて、完璧にはきれいになりませんでした。そこで水で頑固なカビを落とせるスティックを購入して試してみることにしました。100円ショップセリアお風呂用カビ落としスティックです。洗剤を使わずに水で汚れやカビを落とせるため、水をかけてこの汚れをこすります。しかしなかなか落ちません。カビだと思ってこのブラシを買ったのですが、どうやら頑固な水垢だったようで、頑張ってこすらないと汚れが落ちません。水だけで落ちるので便利ですが、こびりついた水垢には向かないブラシでした。その後、金だわしやクレンザーでこすりましたが、あまり落ちませんでした。調べたら、こういったこびりついた水垢は硬いもので削るといいと書いてありました。半信半疑で以前100円ショップセリアで購入したツーウェイスクレーパーを使ってみたところ、結構落ちました。ただ力を入れすぎていたせいか、途中で欠けてしまい、あまり削れなくなりました。最終的な仕上がりはこんな感じです。完璧には綺麗になりませんでしたが、まあいいかとこれで終了にしました。エプロンを頻繁に掃除するのは手間がかかるので、このテープを貼り付けることにします。100円ショップセリア汚れ防止テープ。貼ったばかりなのでまだ効果のほどは分かりませんが、しっかりと密着している感じはあります。この日の入浴後に確認すると、水をしっかりと弾いていました。次回の掃除が少し楽しみになりました。大掃除に洗濯機の排水口。続いて、この家に住んでから一度も掃除したことのない洗濯機の排水口を掃除します。たまにパイプクリーナーを使っていたのですが、部品を外したりして掃除したことはありませんでした。外し方が書いてあったのですが、狭いので難しかったです。結局夫に手伝ってもらってようやく外せました。汚れのせいかとにかく硬かったです。汚くて驚きました。特に洗濯機のホースと排水口をつないでいる曲がった部分の黄ばみがひどいです。ひとまず外した部品を水で流し、ブラシでこすって大まかな汚れを落とします。100円ショップセリア排水口ブラシです。その後、お湯を張った洗面器に入れて30分ほどハイターにつけます。一番汚い部品は泡ハイターをかけてからつけました。排水口の周りを掃除してから、100円ショップセリアお掃除ミトングローブ10枚入り、排水口のパイプの中を掃除しようと思ったのですが、100円ショップセリアパイプクリーナー65センチです。全然入っていきませんでした。
どうしようもないので諦めてパイプクリーナーでつけることにしました。こちらも30分待ちます。30分後、ハイターにつけてもこの黄ばみは落ちませんでした。仕方がないと思いそのまま設置しました。これからは月に1回は掃除しようと思います。大掃除3、シンクのこびりつき汚れ。最後はシンクを掃除します。シンクは他の場所よりは頻繁に掃除をしていますが、毎日洗っているわけではないのでこびりつき汚れがついています。それを落としていきたいと思います。このクリーナーを使います。100円ショップダイソーマイクロダイヤモンドクリーナー。シンクに水をかけスポンジも水に濡らしたら、あとは優しくこするだけです。しかし優しくこするのでなかなか汚れが落ちません。1分ほどこすってようやく汚れが落ちてきました。この調子でシンク全体を掃除していきます。全体をこすり終えました。こびりつき汚れの落ち方はまあまあでした。白い汚れは割と落ちましたが、茶色い汚れは落ちませんでした。このスポンジはこびりつき汚れにはあまり効果がないかもしれません。我が家の汚れが強すぎるのかもしれませんが、こびりつき汚れを落とすには洗剤を使わないと難しそうです。大掃除のために100円ショップで購入したアイテムはよく調べずに購入したので効果のないものも多く反省しました。我が家ではあまり効果がありませんでしたが、ダイヤモンドクリーナーとカビ落としスティックはこびりつき汚れでなければ汚れが落とせると思います。洗濯機の排水口では使えなかったパイプクリーナーも65センチと長めなので使えればとても掃除しやすそうです。今回買って良かったと思うアイテムは汚れ防止テープとお掃除ミトンです。汚れ防止テープはしっかりと貼り付いているのでエプロンに水が入るのを防いでくれそうです。お掃除ミトンは布を持つよりも力が加えやすいので、高い場所や狭い場所の掃除、電化製品などのコード掃除がしやすいです。改めて大掃除の時はまず汚れを落とす方法を調べてから何を買ったらいいか決めようと思いました。次回はフィルター掃除をお送りします。チャンネル登録よろしくお願いします。